そう、終わってすぐに向かわせることになるけど、鬼が出ているらしいからね、言ってもらいたいんだ。それに私の胸の中で感じたかすかな揺らめき、調べてほしいんだよ。それが何なのか。頼んだよ。かずみさん、それに他の家族をさらわれた人も、なんとか立ち直ってくれるといいんだけど。結局禰豆子を人間に戻す方法は分からなかったな。あ、次は東京府浅草。鬼が潜んでいるとの噂あり。え、もう次行くのか？行くのよ。ちょっと待って。またない。ここが浅草。すごい、夜なのにこんなに明るいなんて。山とは大違いだ。ん？おい、ったく。ほう、えい。あ、うん、こら。あ、禰豆子、ちょっと眠そうだな。少し休ませた方がいいかな。都会って、都会ってめまいがする。あ、あっち行こう禰豆子。はあ、こんなところ初めて来た。人が多すぎる。この匂い、どうして突然こんなところで。あの時家に残っていた匂い、鬼物人、いるぜ！
いる、この先に。逃がさない、絶対に。いる、いる、近くにいる。よし、落ち着け、落ち着け、落ち着け。てっ、てっ、こっち、こっちだな。よし、匂いは続いている。大丈夫、逃がしはしない。横島の匂いが強くなってきた。近い、急げ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 。鬼物人無惨。お父さん、誰？こいつ、こいつ、こいつ、人間のふりをして暮らしているんだ。私に何か用ですか？ずいぶん慌てていらっしゃるようですが。あら、どうしたの？人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。知らないのか、わからないのか、こいつが鬼だって、人を食うって。お知り合い？いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうなの？あなた、どうしました？やめ、やめろ！あなた！奥さん、こちらよりも自分のこと。大丈夫、きっとなんとかなる。奥さんの傷は致命傷じゃない。この人は誰も殺していない。くそ、この人を放ってはいけない。鬼物人無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと。どうしたのかしら、あの子。ねえ月彦さん、地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。あの耳飾り。貴様ら、何をしている？酔っ払いか、少年、この男から離れろ。ダメだ、拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから離れろ。やめてください、俺以外はこの人を抑えられない。どけ。やめてくれ、この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ、お願いだから。ワクチ、四角無限の子。あ、なんだこの香りは。なんだこの文様は。どうなってる、周りが全く見えん。何かの攻撃か。だとしたらまずい。これは。あなたは。
あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしているならば、私もあなたを手助けしましょう。なぜですか？あなたは、あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが、医者でもあり、あの男、鬼舞辻を抹殺したいと思っている。あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか？診療所？いや、でも、実はよそで妹を待たせているんです。わかりました。では私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。ゆしろ、あなたはこちらの方のご案内を。俺がですか？俺はあなたと離れたくない。ゆしろ、いいですね？わかりました。それではまた後ほどお会いしましょう。ねずこ、ねずこ。ん？ごめんな、ねずこ、置き去りにして。ん？ああ、ゆしろうさんは大丈夫だ。これから道案内をしてくれる。これから行く先には目くらましの術がかけてある。俺と一緒でなければお前は絶対にたどり着けない。目くらまし？それより鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。仕込め、仕込め？醜いってことか？誰が？禰豆子！仕込めのはずないだろう！よく見てみろ、この顔立ちを！町でも評判の美人だったぞ、禰豆子は！行くぞ。いや、行くけれども、仕込めは違うだろう、絶対！おい。あ、え、え、あ、よし。おかしい。ここで不自然に匂いが途切れてる。どういうことだ？遅いぞ。これって何が起こっているんですか？さっきも言っただろ。俺の目くらましの術だ。建物や人の気配や匂いを隠すことができる。珠代様の診療所も俺の術で隠している。だから俺についてこないと見つけることはできない。なるほど。でももう少しゆっくり進んでもらわないと。さあ行くぞ。珠代様を待たせるわけにはいかない。どんどん行ってしまった。
早くユシロウさんを追わないと匂いが消えてしまう。でもなんでユシロウさんは待ってくれないんだ。よし、それにしてもユシロウさん早い。胸の中が無性にモヤモヤする。これは多分禰豆子が仕込めと言われたからだ。うん、お、ユシロウさんの匂いがない。まさかこっちに来てない。ユシロウさんは分かってない。禰豆子は仕込めじゃないぞ。ユシロウさんの匂いが薄くなった。こっちじゃないんだ。戻ろう。集中しろ。匂いを見失うな。ユシロウさんの匂いがない。まさかこっちに来てない。行くぞ。
敵の糸。禰豆子の顔を見てもらうためにも湯四郎さんに追いつかないといけない。湯四郎さんの匂いがない。まさかこっちに来てない。こんなところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまい、すみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして、辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪いが体をいじった。場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。そうですか。そのような事情がおありだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが、私たちは人を喰らうことなく、暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは…不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん、彼らの体に支障が出ない量です。そうか。この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。湯四郎はもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え？あなたがですか？でも、え？そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのは湯四郎ただ一人ですから。え？一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って、余命いくばくもない人にしか、その処置はしません。その時は必ず本人に、鬼となっても生きながらえたいか尋ねてから、します。嘘偽りのない、清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を、人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためには
たくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこで、あなたにお願いしたいことが二つあります。一つ、妹さんの血を調べさせてほしい。二つ、できる限り、鬼舞辻の血が濃い鬼からも、血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今、極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに、禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子、もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とは、すなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなく、もっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。あ、まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血鬼術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。ふん、鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる、お前はやることが幼いというか短絡というか。ヤハバはうるさいの。私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。あいつら鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると重い。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白いの。十二鬼月である私に殺されることを光栄に思うがいい。十二鬼月。鬼舞辻直属の配下です。さあ遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。珠代さん、この二人の鬼は鬼舞辻に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。